でしゃ3月28日アップデート特番よっよっ、はい、いつも通りのヨが決まったところで、はい、どうも、さおでございます。どうも、カレです。列車運営の堀さんです。はい、3回目ですね、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では本日もこのメンバーで最新情報をお届けしていきたいと思います。それではですね、間近に迫ったワールドボストライアルについて、はい、紹介していきたいと思います。はい、明日3月28日のアップデートの後、はい、3月29日の17時から17時、はい、ワールドボストライアルが、開始されます。はい、アップデート後すぐに開始っていうわけではないんですね、今回は。そうですね、以前ちょっとユーザーさんの要望もあったので、はい、少しちょっと間を置いてから開催とさせていただきます。はい、それではですね、新規プレイヤーの方々がですね、ワールドボストライアルどのようなイベントかまだよくわからないと思うので、はい、こちら簡単に説明していただきましょう。はい、ワールドボストライアルはですね、超膨大な HP を持った1体のボスを、はい、全ての魔王候補生と一緒に討伐を目指しましょうというイベントですね、はい、めちゃくちゃ体力高いですね、うん、すごいことになってます、本当にすごいです、はい、異次元です。で、報酬ではですね、はい、まあ、先日開催されていたラグナブレイクみたいな感じで登場するボスを入手できたりと、はい、豪華な報酬が並ぶのが注目のポイントですね。はい、そうですね、今回のボスは貴族生のダフニスになります、はい、ダフニス、ダフニス、はい、はい、というわけで、注目してほしいのがですね、まあ、見た目なんですけど。そうですね、まずかっこいいですよね、これ総槌っていう。総槌、なかなか見ないですね、2つのハンマー、なかなか見ないんですけど、まあ、それどころじゃない部分がちらほらとあるんですけど。はいはいはい、それどころじゃない、はい、服着てないですよね、これね。いや、着てます。これ服ですか、これ相当際どい感じだったんです、落ち葉落ちてきちゃっただけじゃないですか。結構際どいし、逆に着てるから際どい部分も下にあるんですけどね。そうですね、太もも付近も、うん、あれじゃ、はい、攻撃タイプは半端ないっていうことですね。なるほど、はいはいはい、よくわかんないですけど、はい、それではですね、いつも通りスキルが見られるので、紹介していくんですけれども、現在調整中の内容になっておりますので、本番では変わる可能性がございます。はい、ノーマルスキルではですね、防御型の敵に150の追加ダメージと、まあ、これはちょっと限界突破によって変わっていくんですけど、まず追加ダメージを防御型に対して持っておりまして、スライドスキルがですね、防御型の敵を優先して2体にそれぞれ2連打していきまして、こちらがですね、さらに防御型の敵に対して追加ダメージと入っておりまして、さらにですね、防御型の敵に対して追加ダメージを与えるとともに、さらにヒットポイントの吸収を持っているというね、非常に攻撃型らしくて、さらに貴族性らしい、性能を持ってます。そしてドライブスキルには、ダメージとともに、気絶を付与できるという、強力な、ね、妨害系のスキルも持っています。で、はい、今説明があったのは、はい、ユーザーさんが手に入れた場合のスキルなので、味方サイドの話ですね。そうですね、実はボス、ワールドボスとして登場するときはまた少しこう変わった性能で来るので、はい、それは後ほど、はいはい、確認したいと思います。はい、はい、かしこまりました。それではですね、毎度ワールドボストライアルの際にですね、登場する新チャイルドがいると思うんですけれども、はい、今回はどういったチャイルドでしょうか。はい、今回は、はい、皆さんもご存知の、ご存知な、あのチャイルドが、なんと、いよいよ。あのチャイルドですね。はい。はい。それでは皆様が知っているチャイルドなんですけれども、はい、今回の新チャイルドは、ゴールドダンジョンでおなじみの異端児ガネーシャ。になっております。ついに来てくれましたね。しっかり周回してれば毎日見るかもしれない。毎日見ますね、あの子は。はい、まあ、ナラティブダンジョンとかでもね、はい、お世話になってるガネーシャ。そうなんですよ、なので皆さん結構印象深いところもあると思うので、はいはい、そうですね、はい、アンケートでもガネーシャが欲しいという声もあったんですけども、ね、いよいよ満を持しての登場という形で。こっちも来てますか、ちゃんと。ね、ちゃんと来て一応来てますけどね。これやばいですね。そうね、はい、周りにクリスタルとかゴールドとかいろいろ散りばめれてるんで、はいはい、豪華ですよね。まあ、それによって、ね、多少こう隠れてる部分もあるんじゃないのかなみたいな、はいはい、遠目で見れば飽きてるんじゃないかなみたいな、はい、じゃあそんなガネーシャちゃんをじっくりと見ていきましょうか。はいはい、スキル見ていきましょう。こちらも調整中でございます。それではまずスライドスキルがですね、まずダメージあるんですけれども、前列の味方全体に防御力のプラス、うんうん、上昇ですね。そしてさらに、攻撃力の最も、高い味方を優先して2体にクリティカルの発生率も、プラスしてしまうと。そしてワールドボス時非属性の攻撃力が最も高い味方5体に、クリティカル発生率の上昇と、クリティカルダメージの上昇と、うんうん、何でもかんでもついてますね。天候ですね、はい、なんかフルセット版みたいな感じで
そして、注目のドライブなんですが、ランダム敵3体にダメージを与えて、非属性の攻撃力が最も高い味方を優先して、5体に、攻撃力の上昇、うんうん、そしてワールドボス時非属性の最も攻撃力が高い味方最大5体に攻撃耐性、攻撃耐性怖いことが書いてあります。ピンポイントな、はい、なので、こちらのチャイルドを持ってるだけで攻守ともにワールドボストライアルで強力な性能を持っています。この攻撃耐性っていうのは、はい、これ新バフで合ってますか？はい、はい、合ってます、ね、これどういう性能なんですかね、はい、こちらの攻撃耐性というバフなんですけども、はい、まあ、ガネーシャがドライブスキルを発動して、はい、まあ、その後一定時間、攻撃耐性というバフがかかったチャイルドが、フィーバー攻撃を行ってくれる、はい、という、ちょっと変わったバフになってます。その人たちだけがフィーバーしてくれる。そうなんですよ。それはすごいです。これね、結構なるほどなスキルでですね。そうですね、デスチャのシステムならではなんですよ。なんで君たちがフィーバー打つんだみたいなことをありがちです。そう、回避してくれるのか、ね、今までみんな仲良くね、一、はい、人一、ね、回ずつダダダダダダと打ってきたんですけども、やってたんですけど、はい、今回はある、はい、そのバフがかかった5体だけが集中して行うので、はい、なるほど、もう攻撃力高いその5体を、はい、まあ、選定して入れておくっていうのが、まあ、そうですね、はい、便利なスキルですね。これドライブスキルに他の効果として、非属性の攻撃力が最も高い5体を優先して割合の攻撃力上昇の効果があるんで、攻撃力が上がった非属性の攻撃型のチャイルドがフィーバーを打ってくれると。そうなんですよ。そこがめちゃくちゃ夢のようなスキル。そうです。これ夢です。夢のようなスキルです。この攻撃耐性というバフは一定時間しかかからないので、必ずそのフィーバーを発動するタイミングのドライブスキルに設定してほしいんですよね。だから今だとドライブスキル順番設定できますけど、はい、ガネーシャちゃんを3番にするのか、はい、そうですね、6番にするのか、はい、まあ、これが一つのポイントかなと思ってます。そうですね、3か6に設定することによってドライブが打ってくれてバーって。そうなんです、はい、すごいな。いいですね。これね、すごくいい。めちゃめちゃいいですね。今回は、ガネーシャを使って、はい、ワールドボストライアルにガネーシャ使わないとね、戦ってもらいましょうか。戦っていきましょう。それでは、こちらのパーティーで、実際に戦っていこうと思うんですけど、しっかりとね、ガネーシャちゃんが笑顔でね、入っておりますので、ニコニコですね。こちらのフィーバーもね、非常に必見でございます。ということで、こちらはね、ダウニスちゃん、ね。かわいい。かわいいですね。すごいっすね。揺れちゃってますけど、はい、敵なんで。敵ですね。しっかり攻撃してくるんで。はい。はい。そしたらちょっと見ていきましょうか。はい、ということで、さっきからちらほら見えるのが気絶ですね。気絶というものが一定時間行動不能にしてくるので、はい、非常にちょっと厄介なスキルかなと思います ね。 結構厄介ですね。はい、あと他にはですね、はい、攻撃力をこう重ね掛けしてくるようなバグも持ってたりするので、まあ、非常にやはり攻撃、はい、こう上がっていくと、はい、まあ、ダメージもかなりきつくなっていくので、はいはい、そういった面でも、はい、回復系のチャイルド入れたりですとか、回復とかバリアとか、そうですね、はい、ダメージをなるべくこう防いでいくような、はい、まあ、耐えていくようなちょっとポイントも必要かなと思います。なるほど、はい、頑張って育成しておきます。頑張ってください、はいはい、というわけでですね、はい、ガネーシャが打っていきます。お、コイン注目ですね。そう、コインなんですよ。ゴールドがカシャーンって、で、はい、5台だけ、お、こういう方が売ってます。いいですね。すごい、これすごいよ。これめっちゃいいですね。夢が実現してます。はい、はい、この攻撃耐性は、はい、非属性を優先にかけてくれるの で、はい、でね、ぜひ非属性のチャイルドを皆さん用意しておいていただけるといいかなと思います、はい、そうですね、装備とかで攻撃力調整して、そうですね、攻撃型が打つようにしてくれれば、うん、こういうふうに打ってくれます、はい、はい、というわけでですね、今回ね、見た感じ有効なチャイルドなんですけれども、はい、まあ、オイランバトリー鉄板かなっていうところと、はい、まあ、ディルフィンガーリルあたりかなって、僕的には強力になるのがその辺かなと思ってます、はい、まあ、特にワールドボスの時の、ディルフィングの火力はね、見た目にそぐわず結構凶暴なので、はい、強力です、はい、確かにね、はい、そうですね、まあ、こういう方は、ね、リバースラビリンですよね。あ、そうですね、アリルからディルフィンガーに入ってきてると思うんですけど、はい、僕まだ出てないので、うん、それメブとか必要とかでも大丈夫ですか、はい、まあ、もちろん非属性の攻撃型では漏れなく活躍できますので、はい、まあ、そういった攻撃耐性のバフもありますし、はい、あとは、はい、まあ、星5なかなか揃ってない方でも、まあ、星4の、ネイトとかユーナもいますので、はいはいはい、まあ、そういったキャラを育てていくのもいいのかなと思います。そうですね、はい、であとは、はい、ブーストチャイルド、皆さん気になっている部分もあると思うんですけども、
あの今回はガネーシャはもちろんのこと、はい、オイランバートリー、あ、オイランバートリーと、はい、あと星用のネイト、あ、助かります、ね、ありがたいですね、はいはい、星用のネイトは、はい、あの今回のイベントの中でも入手機会がありますので、はい、あのもし足りてない人はそちらで限界突破しつつ育てていただくのもいいかなと思います、はい、はい、それでですね、先ほどお話に上がったネイトなんですけれども、今回は魔境商店の方を見ていきます。で、はい、ここにネイトもこちらにもいます。まあちょっと見ていただきたいのが3ビジョン、あの別枠の星5がもらえますよね、さりげなく、そう、さりげなく強力なチャイルドが入っていますのと、もちろん星5チャイルド確定の召喚チケットももちろんなんですけれども、うん、はい、まあ、ダフニスもしっかりと、はい、ゲットできるというところが今回の、まあ、美味しいポイントかなと思います。はい、はい、というわけで本日の先行情報内容は以上になりますと、はい、あのですね、ワールドボストライアルもね非常に興奮するんですけど、はい、ガネーシャがちょっとね、あの夢のスキルがねすごいですね、あれね便利すぎるんですよ。確かに今回だけじゃなくて、まあ、今後の、うん、あ、そう使いますね。そうですね、うん、相手が既読性であればガンガン使っていきたいなっていうね、はい、スキルになってるんで、まあ、早く試したいです。そうですね、はい、いつもこれ言うんですけど、早く引いてこれ早く試したいです、今回のワールドボスなんですけども、はい、少し変わってまして、そうですね、3月28日の、メンテナンス後からは、はい、ガネーシャとか含まれた、はい、召喚が始まるんですけども、はいはいはい、召喚ワールドボストライアルの、バトルに関しましては、3月29日の17時から開始となります。準備期間が、そうなんです、はい、まあ、引いてからの育成期間があってしっかりとその次の日にお試しできるようにっていう設計になってます。そうですね、20体もあのチャイルドを準備しないといけないので、はい、装備大変ですよね。そうね、装備とかカルタとかいろいろ付け替える準備も必要だと思いますので、はいはいはい、まあ、その点あのご注意ください。はい、はい、それでは今回の特番は以上になります、はい、皆さんご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。